起立、気をつけ、礼、着席。まあそうなんでね、ソニックさんですけどね、まあなんでしょうね、ガデンツ、いやそんなことは誰も聞いてない、聞いてないことばかりさ、そうだね、うん、まあね、いやあるあるある、オッケーね、ソニックさんです。あーとじゃあ今日はですね、あれのですね、もう3択いきましょう。まずね、最初はですね、ホチキスね、これはイギリス圏でですね、あれです、英語圏でホチキス言っても全然伝わりません。スタプラーですね、スタプラーね。スタプラーね、なんでホチキスって言うんでしょうね、むしろね。あ、はい、行きましょう。それで次はですね、アルコール、ね、2つ目はですね、アルコール、あれですスキンワイプスですね、注射するときにこれでフキフキします。はい。で3つ目がですね、薬用の瓶みたいなやつですね、こう昔ながらの薬瓶ですね、うん、これにあれですよ、言いたいことも言えないこんな世の中でポイズン入れたりするわけですよね。はいはい。まあそんなんですね、今日ですね、じゃあお題入りましょうね。早速入りますよ。今日はですね、月二つさんのね、ね、月ちゃんね、ソニックさん文科生の、ね、月ちゃんですね。月ちゃんはですね、しびと数もやるんですよ。月ちゃんのね、お題から入りますね。はい、いきますよ。バン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 、あれどこ行った、これか。はい、いきまーす。彼から連絡が来ないのはなぜ。まあね、これね、まあ、でも女の子はね、こう彼から連絡来ないのとかね、やっぱ気になりますよね、これね。まあね、そうなんですね、まあ、そうです。うん、ね。割とソニックさん、連絡自分からしない人なんですけどね、あれです、女の子によってあまりにも連絡しない子の場合は自分からします。まあね、あら、そのバランスなんじゃないの？だから彼から連絡が来ないのなんて、人によってはさ、なんつうの、いや、君がアホみたいに連絡してるからだよみたいな、あったりしない？しない？なくない？あ、まあ、そんな感じでね、行ってみましょう。じゃあ行きますよ。タロット画面に入りましょっとねって、ナイスショットね。まあ、そんなんですけど、まずこれが、ホチーキスですね、ホチーキスね。はい、じゃあもう、ホチーキス行きましょう、これね。じゃあもうあれですよ、今日ちょね、うん、はい、ちょっとさ、はい、じゃあまずですね、今日はあれソニックさん、なんかイントゥディープで行こうね。彼から連絡が来ないのはなぜか、こんにちは、きちんとさん、きちんとさん。そう、ソニックさんね、あれですよ、シリコンスプレーね、ダリタロットに塗った、うん、ちょっとね、カード変色したけどね、すごい滑りがね、良くなったからね、なんかあれですよ、買ったばかりのカードのように、いい感じに滑ります。いきましょう、イントゥディープ、そうだね、デッドアライブの曲なんだけどね、そうそう、ピートバンズ死んじゃったからね、ピートバンズね、ソニックさんね、あれで、あれイギリスの、トップショップ ロンドンのトップショップで、ね、あったけどね、ファンだけどね、やっぱ声かけれなかった。行くぜ。ね、彼から連絡来ないのはなぜか、じゃあまあ表面的ね、これが表面的な理由。表向きはですね、技が使えますね、技が使えて未来の方向ですね、別に連絡取れるんですけどね、まあ技は使えますってことでね。で、真ん中辺の気持ちです。これがですね、家庭的な女王様はね、もう安定しちゃってるんで、うん、心配ないんで連絡しません。2人は恋人として、なんかすごくいい奥さんになるタイプなんで、自分からもう連絡しなくてもやっていけるんで大丈夫ですって。それがね、ホッチキスさんのね、感じでらっしゃる選んだ人はね。で、これがですね、最終的に過去の方向向いてますね。過去の方向が、うん、これはですね、金貨の8ですよ。プライベートで親しくなるってやつですね。個人的にさらに親しくなるということですね。もう、根底にね、完全にがっちり親しくなっちゃって、これからはね、もうね、内助の功として、もう家庭的な女王様として、で自分も技術使えるということで、ね、何の心配もない間柄なんで連絡しません。
ある。それはあるよね。まあまあそんなとこですよね。あ、じゃあよかったじゃん、よかったじゃんね。まあそんな感じですね。まあ、彼からね連絡来ないのなぜというところですけどね。まあ納得づくで、もうここはあれですよね。あのソニーフラッシュっていきましょう。ソニーフラッシュ、そうですね。はい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 、ね、もう今日はですね、うんうん、ここのあれで占いやってますよね。そうですね。あのなんかもう文字をねいっぱい入れた。なぜかというとね、あのソニックさんね、あの編集の時間をね端折りたいから。よし行こう。次行くぞ。行く前にハート消してと。ね、そうね、ドローン、ちょっとベロンペチョーね。ベロンペチョー行っちゃってさ。まあ。ベロンペチョー行って、こっちだ。よっしゃ。ね、まあそんなんで、うん。よっしゃ、次ね。あの、サクサクとね。はい。よいしょ。次はですね、ホッチキスから。はい、アルコール消毒ね。ワイプね。あの、注射する前にさ、ふきふきするでしょ、これ。ね。あの、あれだね、でもあれですね、2000年 の、 あの初頭ぐらいまではイギリスは看護婦によってはこのワイプしなかったからな。最近は徹底したけど、うん、かその注射針刺すのにもう表面から中に行っちゃうのに、なんで表面こんな消毒する必要あるんだ説があって、うん、そうだけどするよな消毒。そう、消毒ぐらいしようぜって感じなんだけど、うん、そんなんでね、最近やっとあのなんかね、あのイギリスのあのなんかあれですね、医療関係者もそのからあの定番化しました。ちゃんとなんかワイプでふきふきするのがね。はい、行きましょう。これがですね、2つ目ね、彼から連絡が来ない。なぜ、もうこれですからね、イントゥディープすぐできますからね。これもう皆さんもね、もう簡単にマスターできるんで、あのこれぜひ試してください。あの左側、頭がね、カードね、全部カードは正位置で読みます。正位置で読むんだけど、左側を向いてたら過去の方向ね、右側を向いてたらあの未来の方向。行きましょうね。だからこれ正位置を学ぶにはいいんじゃないですか。行きますよ。2つ目ね、あのアルコール消毒を選んだ方、これがですね、はい、はい、まずですね、うん、釣られた男はですね、未来に向けて動けないね、動くことができませんね、最大の価値を考えるために動くことができない。じゃあこれですね、あの深く入りましょう。深く入ると、これがですね、聖杯の、はい、8、これはですね、過去の方向を向いてるんですけど、穏やかに立ち去ります。なんでかというと、自分でできることがないんですね。できることがない、過去の影響、過去の方向でできることがないで、立ち去る方向ね、それで未来の方向が釣られたところだからね、連絡してこないんだけど、この人考えてます。とても考えちゃってるね。行きましょう。じゃあ最終的に心の深い部分、バーン、これはですね、うん、誓いを立てる、声に出して、ね、あの相手を振り向かせるためにもう宣誓をする、誓いを立てる、これがね、あの金貨の従者、過去の方向だね。だから過去の方向になんかもう君のことが好きだー言ってみたんだけども、なんかそのままなんか穏やかに立ち去る方向、なんかもう自分なんもできねえなって、 でもかといって今連絡してる、だから、ね、彼から連絡来ないのはなぜ、キム君ね、告白されたから気になってるかもしれないんだけども、考えてるから連絡が来ない。これがね、あれですね、2を選んだ方でね、この人、ああソニックカムバックカムバックドロンチョドロンチョしちゃってドロンチョですよ、ほんとね、もうそんなんですけどね、まああれですね、いろいろありますけどね、まあいいんじゃないですか、これは。だから考えてる、彼から連絡が来ないのはなぜ、まあね、まあこっから先はね、またさらにめくってみないとわからないですけど、今のところそんな感じですね。だから彼は考えてますね、お彼少なかれ、まあね、そんな感じですね。まあまあソニック、ちょっとね、まあ、じゃあソニフラなしでいきましょうね。じゃあその最後いきますよ。じゃあ3つ目はなんだっけ、薬の瓶か。オッケー、薬の瓶いってみよう。ね、よいしょ、ソニックディサピアドルチュー。よいしょ、ね、まあそんなんですからな。はあ、はあはあははあ、ね、まあいいんじゃないですかね。あのね、彼から連絡が来ないのはなぜ、まあ、来ないレベルがあるからな。どれくらい来ないの。いや、うん、ソニックさんが聞いちゃってもねっていう、そう、ね、そうですよね。この人今日はですね、うん、ましょうね、彼から連絡が来ないのはなぜでしょうね。そうですね、まあ今日ね、あのお題が月2つなんですけどね、あの月2つさんね、あのお人形作ってる、あんでね、あとスターライトムーンさんもね、お人形作ってる、あれなんかね、なんでしょうね、ソニックさん仲間はなんかあれですよ、なんかこうね、あのカラオケが非常に好きな人とあのお人形作ったりする人と、なんかね、なんか傾向があるね、あれね。なんだろうね、はいはい、ね、そうですね、あ、はい、行きましょう。はい、これがですね、うん、はい、まず一発目いきますよ、
よいしょ、これが Into Deep。 はい、これがね、連絡来ないのはなぜか。はい、こいつがですね、剣の王様、これは吟味する王様ですね。吟味するっていうのは基本的にいらないんです。いらないんだけど、なんかもしすごく良かったら俺は手に入れるぞっていう、そういうね、吟味する選べる立場ですね。選べる立場の王様が過去の方向です。まあそこから始まってのでね、2つ目、長期的プランで考える王様、そうですね、金貨の王様。今度は未来を見てますね。だから吟味して未来は、あれです、あなたのことをどうするかについて考えてる。だからこれは連絡来ないけど前向きに考えてますね。はい、行きましょう。じゃあこれがですな、はい、3つ目バーン、はい、これがですね、金貨の4、金貨の4っていうのはですね、主戦度、もったいなくて手放せない。もったいなくて手放せないというのはなぜかというと、身に余る光栄であるってやつですよ。だからその本来は手に入らないレベルのものが来ちゃった。あなたのことね、あなたはもう自分にはもうあれ余っちゃうようなんだけど、どうしようかなって、すごくいい女でね、もう買うのか選ぶかどうしようかって、俺は実は他に女いるしとか、まあそういうのなんだけど、で未来に向けて考えて、でこれが連絡が来ない理由、だからね、どうしようかなと、もう未来に向けて考えちゃうんだけど、なんかこうね、吟味しなきゃいけない、だから考えてるね、こんな感じですよ。まあとにかくソニックカンバーク、ほんと戻りましょうね、これ、はい、戻ったよ、トットちゃんまあね、そうですな、まあそんな感じで、まあこれはいいんじゃないですか、ソニーフラッシュでね、ブン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 ってところですね。はい、まあで、まあそんなんですけどね、まあこれでいいね、なんか、まあ、123ね、薬の瓶選んだ人は、まあ、これで、ね、まあ、彼は考えてますね。でも、理由はあるんでしょう、と、おそらくね。まあ、そんなとこですよね。OK、じゃあね、とりあえず、ソニックさんね、タルトライブね、毎週ね、日曜日と水曜日ね、日本時間の夜10時からね、やってますね。あとは、Facebook で、タルトの意味のね、解説をしてますね。とっても進行が呪いんだけど、もうなんだ、80% ぐらいオープンした、まあ、そんなんで、ほぼわかる。で、分かんないときはもういいかなと思う。なんか、ね、更新めんどくさかったですから。もう来年さ、本出版するからさ、どうせさ、出版って言っても自費出版だけどな、300部ぐらい限定で、あれだからね、売り切って終わるからな。どう考えたって300部なんてあれだと予約で終わるぜ。いや、予約で、もう住所聞いて日本行った時、それで印刷して、それで配って、イギリス戻ってこよう計画だったらな、まあ、そんなんであれですよね。まあ、あとはお友達いっぱいいますよね。今日はですね、月2つさんとスターライトムーンさんをですね、リンク貼っときますんでね、まあ、ソニックさんもね、チャンネル登録ピュンってしてくださいね。そうそう、言ってみよう。そう、忘れちゃいけねえあれだよ、ソニックさんはチャンネル登録してくれる人がだー好き。そうですね、もうすぐハズキループが来ますからね、楽しみですね。よし、じゃあ終わりの歌いきましょう。終わりの歌ね、なんだ、まあいいや。歌なかった。じゃあそんな感じでね、すぐにまたお会いしましょうね。じゃあ See you soon。